強のところでシンプルにやることも大事なんですけれども、相手を出し抜くようなね、はい、ちょっと気を利かしたプレーが落ち着いてできるか。中に入れてきた、ヘディング、最後は澤井だ。澤井直人の先制ゴール、途中交代から結果を出しました。澤井直人今シーズン初ゴール。まあ、ボールがこれ浮き上がりましたよね、結構、なので風の影響を受けてちょっと戻るような形になったので、アジェノール選手としてはちょっと目測を誤って出てしまったというのが、まあ、あとはこの変化したボールに対してね、サイ選手はちょっと走る方向も変えてしっかり合わせてますので。